まだ、あの、ニュースや報道の世界では、あの、どうしても、その男性の方が人数が多いので、あの、もっと、その女性の視点が生きる、あの、ニュースの現場であってほしいな、と、あの、いうふうに思いながら、あの、仕事をしています。あの、そのためには、そのニュースや報道の質を高めることももちろん大事なんですけれども、あの、たくさんの女性が、あの、報道の現場で、あの、生き生きとすることで、 あのニュースの現場やそのニュースの伝えられ方というのもあの変わっていくのではないかと思っています。